白山浄水場は青森県八戸市南白山第一丁目11の位置にある八戸県域水道企業団の浄水場八戸ニュータウン内に位置している。白山浄水場は青森県八戸市西側の地域を中心に周辺7市町に水道を供給している浄水場である。八戸市を流れる一級河川ま淵川を水源としている。 ツ日あたりの給水量は92,987立方メートル。年間総排水量3,394万立方メートルである。また、給水人口は335,223人で、給水個数は133,341個。浄水能力はツ日あたり5万立方メートル。排水地は4カ所あり4万立方メートルの貯水能力がある。 道場水上の送水ポンプは5台の内常時4台が稼働しており、1分間に2.38立方メートルの送水能力がある。以前は、間口川のみの取水であったものの、2010年から、荒井田川水系の予蔵ダムから取水を開始した。2009年1月1日に、八戸地域大規模断水事故が発生し、最大で92,600世帯が断水した。原因は、 マブチ川から白山浄水場へ水を送る、導水管が破損したことによるものだった。断水の影響は、八戸市、小平瀬町、南部町、五湖町、三湖町、六湖町、海上町、岩手県広野町に及んだ。断水は段階的に解消され、給水は1月6日までに完全復旧した。断水を受け、各地域に給水車を54カ所に派遣した。 青森県も自衛隊に災害派遣を要請して対処した。ありがとうございます。